田住宅近くにありますですね、区営江原2丁目アパート、ちょっとぐるっとですね1から4までありますんで散策したいと思います。これ1号館ですね。これ区営アパートなんですね。江原2丁目です。ここまあ、こういう感じでですね、雰囲気は元ヨンの雰囲気ですね。元ヨン団地の雰囲気ですけども、一応こういう感じで1号館が、まあ、一応こういう感じですね。こういうフォルムでございます。ちょっとこっち側行きましょう。江原クエアパートなんですよね。これ私あんまりね、クエアパートはそんなに見たことはないですね。あ、神殿になりましたね。足立神殿、2号館ですね。上のやつがいいですよね、なんか乗るところで。これもね、あのいつものですね、あのなんだっけ、あれがありますね、なんかあの鉄パイプ、懐かしい感じの鉄パイプは健在です。真ん中だけ撮りますか。真ん中雰囲気がちょっと、一つあれを忘れてしまったんで、ちょっと揺れちゃうかもしれないですけども、江原2丁目アパートですね。1丁2番、あんまりね、上のあのやつは見たことないですね。初めてのあのホルモンですね。上の屋根のあれは何なんだろうね。もともと給水塔があったのかな、わかんないですね。3階建てなんですよね、ここは。幅広いですね、これ。幅が広。幅広。ここですね。で、最後の4号館。屋根の上にありますよね、このなんか。あれは何なんだろうね。看護館という方から。まあ、このまままっすぐ行きましょう。エレベーターがねないんで大変そうですけども、この金属のね、金属のパイプもちゃんと塗装されてですね、錆がないようにちゃんと手入れされてますね。あ、映像出てますね。2丁目アパートですね。ちゃんと出てます。
4号館ですね。まあちょっとまっすぐ行ったらエンディングですね。まっすぐ行ったらエンディングです。シックダール、シックダールですね。光そう、これも渋いな。はい、ではですね、中野区営ですね、江原2丁目アパートお送りしました。はい、どうもありがとうございました。